じゃーん、完成です。これがあっという間の簡単じゃがいもグラタンです。美味しいですよ。皆さんこんにちは。私はじゃがいもと長ネギが大好きで、それを使ったお料理をご紹介します。ホワイトソースを使わずに生クリームだけで簡単に作れるグラタンなんですよ。それでは材料をご紹介しますね。じゃがいも、長ネギ、アンチョビ、ピザ用チーズ、そして生クリームです。じゃがいもはあらかじめ串が通るぐらいまで柔らかくして用意しておきます。それでは作っていきましょう。はい、それでは作っていきましょう。耐熱皿にまずはじゃがいもを敷き詰めていきます。はい、隙間がないように仲良く詰めていきましょうね。次に長ネギを敷き詰めていきます。じゃがいもが覆いかぶさるようになったら止めます。そしてアンチョビを上に乗せていきます。アンチョビは分量の半分を乗せてくださいね。そしてここで生クリームを入れていきます。ちょうどこの今入れてる材料がかぶるぐらいまで、ひたひたになるぐらいまでかけてください。そしてまた今の動作を繰り返します。じゃがいもを入れていきますね。入れるだけなのでお子さんでも簡単に作れます。こうやってお母さんとお子さんで並びながらこうやってね、入れていったりしたら楽しいと思いますよ。そしてまた長ネギを入れていきます。最後にアンチョビですね。アンチョビを入れていきます。アンチョビは塩気もあり、また旨味もあるので、このグラタンの味のポイントになっています。アンチョビが全部入りましたら、最後に生クリームを入れていきます。もう最後はジャーッとかけるだけ。せっかくなのできれいに入れていきます。そして最後にチーズをパラパラっとかけていきます。はい、できました。こんなに簡単にグラタンができましたよ。これで最後にオーブンにかけるだけで完成です。なんて簡単なんでしょう。それでは焼いていきます。あらかじめ220度に予熱したオーブンに入れていきます。そして時間は25分になります。25分回していきます。そしてスタート。これで25分後には出来上がりです。はい、焼き上がったみたいです。見てみましょう。わあ、ちょっと焦げ目がついてますが、いい色になりました。美味しそうです。出来上がりました。じゃーん、完成です。これがあっという間の簡単じゃがいもグラタンです。これならば突然の来客でもあっという間にできてしまうので、ぜひ作ってみてくださいね。美味しいですよ。와하하일본어학교에서오늘의일본어한마디를소개합니다こんにちは。와하하のあやです。今日の一言、魚を焼きます。さかなを焼きます。また次のレッスンで